ね、エクスペリアエースマーク2ご紹介していこうというふうに思うんですけれども、 NTT ドコモから発売された、5月28日に発売された新しいスマートフォンになります。で、価格が攻めてまして、22,000円、多分エクスペリアが発売されて定価では最安レベルなんじゃないかなというふうに思います。で、同日に発売されているアローズ B4 プラスかな、も出てるんですけれども、まあ、この2機種が今回 4G LTE に対応した格安のモデルになっているということなんですね。まあ、格安っていうのはね、もう去年もエクスペリア10マーク2とかエクスペリア10っていうモデルがあったんですけど、それよりも一つ下げてるというね、一つ格帯として下げるというところではすごいなというふうな感じがしております。で、2万円っていう価格での前提で考えるんですけど、まあ、本当にね、手放しですごいとは言わないです。やっぱり2万円なりのスマートフォンだなと思うんですが、2万円という価格ならではの良さっていうのはあるなぁという気がしますね。というわけで、このスペック表とかベンチマークには、現れてこない、エクスペリアエースマーク2がいいなと思ったポイントと、微妙だなと思ったポイントをご紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、手頃な大きさで握りやすい、持ちやすいというところですね。そう、大きさがね、非常に手頃なんですよ。まあ私ちょっとね、手が大きめではあるんですけれども、本当に手に馴染むデザインですね。今までエクスペリアって、2年前にエクスペリアエースっていう、これの前の機種が発売されてるんですけれども、それ以降はもうね、21対9のもう本当に細長のモデルしか発売してこなかったんですよ、ね。格安モデルもエクスペリア8とかね、でもある、私今持ってるエクスペリアプロっていうモデルだけど、全部こう21対9って細長のもので、まあ、好きな人は好きなんですけど、嫌いな人は結構嫌いなんじゃないかなとか、あとは上の方に手を持っていきにくいっていうのはあるんじゃないかなというところがあります。で、今回のエクスペリアエースマーク2は久しぶりにですね、久しぶりにこの21対9ではない細長、めちゃくちゃ細長ってわけじゃなくて、これね、18.7対9なんですね。 18.7対9ということで、まあ普通の大きさぐらいのスマートフォンで、しかも 5.5 インチということで、そんなに大きくないっていうのがいいのかなという感じがしております。で、iPhone SE 第2世代指紋センサーがついてる、タッチ ID がついてる、iPhone SE 第2世代と並べてみ、YouTube ライブご覧の方、今並べてるの iPhone SE じゃなくて iPhone 8なんですけど、はい、それと並べても、まあそこまでからほとんど同じぐらい、ちょこっとだけ Xperia S Max の方が大きいかなっていうぐらいなんですが、ほとんど変わらない大きさなので、非常にいいのかなと思います。で、去年発売されていた Xperia 10 Mark II、まあ、今年の Xperia 10 Mark III も同じぐらいの大きさなんですけれども、はい、それと比較してあげると、Xperia Ace Mark II の方が、縦の長さやはり短いですね。Ace Mark II は縦の長さは短いんですが、横の幅はね、ほとんど同じなんです。なので、握り心地とかは変わらなくて、この握り心地すごくいいんですよ。ほんとちょうどしっくりくる、手にしっくりくる感じなので、ちょうどいいなという感じがします。で、画面の上側にもね、縦が短いので手が届きやすい、ね、ステータスバーとかヒュッてこうやるときにも、親指とか人差し指で簡単にこうフリックできるっていうのは非常にいいなと思います。で、あとですね、カメラがね、出っ張ってないんですよ。カメラの部分、最近カメラの部分が結構出っ張ってるものが多いんですけど、うん、多分ほとんど漏れなく出っ張ってますね。なんですけど、エクスペリアエースマーク2はフラットなんです。本当にフラットで、すごい、使いやすいですね。ここが地味にポイント高いなと思います。案外ね、カメラ部分ってね、凶暴なんですよ。他のスマートフォンと一緒にね、重ねて持ち歩くとね、傷つけたりするので、あれ良くないんです、実はね。なんですけど、フラットだったら比較的ね、そういうところも許容できるので、いいかなという感じがして、まあ、ケースつけるとそんな変わらないのかなという感じもするんだけどね。はい。で、重さは 159g と比較的軽め。で、150g 台っていうのは本当に軽いな。200g 切るだけでも軽いなとは思うんですけども、159g なのでね、かなり軽い。で、その中にバッテリーが 4500mAh っていうの積まれているので、多分ね、今、Xperia の前の世代とかの もう持っておられる方、廉価版とかのね、持っておられる方、だいたい2500から3000mAh ぐらいなんですよね。で、考えると、1.5 倍から2倍ぐらいの容量積んでいている可能性がありますね。ということで、結構バッテリー持ち、使ってみてもね、1週間使ってみても結構バッテリー持ちはいい感じがしました。2日ぐらいは平気で持つなっていう感じがしますね。で、続きまして2つ目。2つ目なんですけれども、良いと思ったポイント2つ目は、ベゼルが
狭いエクスペリアが結構新鮮というところですね。今まで2年前に発売されたエクスペリアエースっていうのがこの、 21対9でないスマートフォンの最後って先ほど言ったと思うんですけど、こう21対9のスマートフォンであればある程度ベゼルが狭いものも出始めてるんですけど、結構出てるんですけど、この普通の縮尺の、ね、スマートフォンエクスペリアでは結構ね、ベゼル狭くなってきて、なんか没入感があるなと。かといって下が若干スペース、下のベゼルは若干あるんですね。画面の下のところは微妙に空いているので、そこがですね、構えとしてはちょうどいいんですよ。文字入力したりするときの構えとしてはちょうどいいというのはいいなと思います。一応ですね、スピーカーあるんですけど、スピーカーはモノラルスピーカーです。で、結構シャリシャリ気味の音も出たりするので、はい、イヤホン端子ついていますので、ちょっと音をこだわりたいなって方は、本当にこだわりたい方はこれよりもグレード高いのがいいと思うんですけど、ある程度は、イヤホンとかでカバーできると思うので、イヤホン使っていただければというふうに思います。続きまして3つ目、いいと思ったポイント3つ目は、動作が予想以上に快適というところですね。以前もちょっとご紹介したかもしれないんですけれども、スペックとしてはエクスペリアエース Mark II ってヘリオ P35 という CPU、脳みそを積んでいます。ヘリオ P35 っていうのは、スナップドラゴンで言うと、だいたい630ぐらい。2年前ぐらいのエクスペリア8とかに搭載されていた。結構ね、もっさりするぐらいの、ベンチマークスコアで出る。だからそれぐらいの動作なんじゃないかというふうに言われて、結構ね、発表当時に、そんな低いスペックだったら出さない方が良かったっていう方も結構多かったんですけど、案外ね、動作いいんですよ。そう。で、ベンチマークを実際に測ってみました。アンズツっていうベンチマークのバージョン9で測ってみると、11万っていうスコア、11万っていうスコアです。去年のエクスペリア10マーク2が、これもね、そこそこなんか微妙だなって思う動作があった箇所が何回そこそこあったんですけど、それでも19万っていうスコアなんですね。なのでそれよりも さらに低いっていう値は出てるんですけれども、案外使えるんですよ。今ですね、 YouTube ライブご覧の方は実際に動作している様子をお見せしているんですけれども、フリックとかで全然サクサク、そのゲームとかめちゃくちゃすごいヘビーなゲームとか、ヘビーじゃないゲームでもサクサクいかない場合もあるかもしれないんですけど、案外ねいい感じなんですよ。そう、読み込みとかスクロールとかしても普通に追従してくれるっていうのはすごいなと思います。で、あとですね、ポケモン GO とかもしてみるとですね、ポケモン GO 普通にできるんです。確かに若干ワンテンポ遅れるシーンもなくはないんですけれども、でもね、ちゃんと、AR はオフにした状態ではあるんですが、AR って、カメラをオンにした状態で、カメラを映しながらポケモンを捕まえるみたいなことだったら、ちょっと難しいところあるんですけれど、はい、AR オフにしてあげると、全然普通にできます。普通に捕まえる動作も滑らかにできるので、あ、すごいなって思いました。はい。ということで、ヘビーなゲームじゃなければ、これポケモン GO とかぐらいのゲームであれば、ある程度はできるのかなという感じです。うん。カクツク動作ってね、エクスペリア10マーク2でもカクツク動作があったのに、それよりも結構サクサク動いてるのにちょっと驚きました。これだから、ちょっとソニーの本気を見たなって感じはしました、ね。はい。という感じです。続いて、良いと思ったポイント4つ目。シャッターを切るのに待たされない結構便利なカメラというところで、もし去年エクスペリア10マーク2を使われた方がいれば、去年のエクスペリア10マーク2って結構ね、シャッターを押してから、実際に撮るまで時間がかかったんですよ。これ実際に今画像で、YouTube ライブご覧の方はまた映像でお見せしてるんですが、シャッターをボタンを押した後にですね、緑の輪っかが前に真ん中に表示されて、で数秒待たされた後にピントが合うか合わないかみたいな感じで多分処理をしてるんでしょうね。その後にポチって撮影ができるんですね、っていうのがあるんですけど、 Xperia Ace Mark II はですね、ちゃんともう押した瞬間に撮れます。これすごいなって思うんですけど、10マーク2でも処理かか時間かかってるのが、エクスペリアエースマーク2ではちゃんとサクサク動いてるっていうのは、いやこれはすごいなっていうふうに思います。はい。私結構ね、このポイントがエクスペリア10マーク2の場合はかなりストレスだったので、それがなくなっただけでもう素晴らしいなというふうに思っています。はい。
で最後、良いと思ったポイント5つ目がサイドセンスマルチウィンドウも使えるというところですね。サイドセンスマルチウィンドウと何かというと、サイドセンスっていうのをオンにしてあげるとですね、画面の右端に、バーが現れるんですね。バーがなんかちっちゃいバーが現れて、そのバーをダブルタップしてあげると、あのアプリを他のアプリ表示中でもなんかショートカットが表示されて、それをポチッと押してあげるとホームに戻らなくても、あの他のアプリに移動することができるという便利な機能ですね。これがね結構 AI で考えられていて、よく使うアプリとかそういうのをちゃんと表示してくれるというのですね。でマルチウィンドウっていうのもあって、これはねバーを上にプッてスライドしてあげると2画面表示ができます。これもね2画面表示を簡単にできるっていうのはすごいなという感じがしています。はい。でこれはですねオンにすることができます。最初の設定ではオフにしてあるんですけれども、システム設定からジェスチャーっていうところからサイドセンスっていう項目があるので、そこからオンにできますので、はい、これかなり便利ですので、まあちょっとね20対9じゃないのでマルチウィンドウはちょっと使いにくいのかもしれないんですけれども、ぜひ使ってみていただければなと思います。続いて Xperia S Mark II が微妙だなと思ったポイントを2つご紹介します。1つ目が画面が暗いというところですね。実際に晴天下で、晴天の時に、写真を撮ったりする時に、ちょっと外で使ったりしたんですけど、全然見えないですほとんど見えないなっていう感じです。で、暗さをよく感じるのは室内で使う時、室内で使う時もですね、もうね平日の昼間の室内、そこそこ明るいぐらいの環境なんですけど、もう上限張り付いてた、明るさ自動調整にしても上限張り付いてるぐらい、もう液晶なんですけどね、こいつちょっとね暗めなのかなというところはあります。ここはもうちょっと明るくなればいいかなと思うんですけれども、まあ10 Mark II が有機 L だったので、有機 L の方がちょっと明るめに出やすいので、気象は暗めになって、まあしょうがないのかなというところではあるんですが、明るくなってくれればいいなという感じがします。もう一つ、二つ目はですね、カメラの倍率を拡大とか縮小とかするときには2本指の操作が必要です。はい。これどういうことかというと、今回ね、Xperia S ってカメラついてるんですが、一つが標準カメラ、もう一つが深度測定の、この、深さを、ね、距離を測定するためのカメラになっています。なので、拡大とか縮小とかするときに、この、超広角とか望遠というレンズはついてないんですね。なので、この拡大するときには、この1倍っていうボタン、この iPhone とかね、Xperia も2つ3つカメラがついてるものだったらついてるんですけど、1倍っていうボタンがついてないので、だから2本指とか、2本指でバーってやるか、それか音量ボタンで上下させて、拡大縮小をするしかないんですね。片手だったらちょっと片手で操作しながら撮るっていうのは難しいなっていう感じがします。ということで、あとちょっと写真も撮ってみたんですけれども、尾道駅からポッてこう結構綺麗なプロムナードから尾道大橋を眺める写真とか撮ってみたんですが、ちょっとねちょっと薄いなって、晴天だったんですけどちょっと薄めかなと思います。 Xperia 10 Mark II とかの方がまだちょっと暗めだけど濃く出るかな。アクオスセンス 5G とかもちょっと取り比べてみたんですけど、くっきりはっきりとかいうのはね、アクオスセンス 5G とかのあるのかなという感じですね。で室内でも撮ってあげると、室内は今ちょっと YouTube ライブご覧の方は室内の写真見せしてるんですが、左側に窓が あって、そこからちょっと光が入るような感じになってるんですが、ちょっとねやっぱり薄めなのかなという感じがします。 Xperia 10 Mark II はかなり暗めに出るんですけど、バランスがいいのはアクオスセンス 5G とかの方が、ね、バランスよく撮れるかなと思うんですが、っていう感じですね。まあまあかな、全体的に Xperia S 薄めかなっていうイメージはあります。はい。で、食べ物もですね、ミニバーガーをちょっと撮ってみたんですけれども、これもやっぱりね、ちょっと薄めに出てるかな。で、ただですね、食事は結構ね、アコーセンス 5G もそうなんですけど、ちょっと3万円以上のスマホになると、やっぱ結構ね、補正がすごいんですよ。やたら黄色くするっていうのが出てきたりするので、それよりは自然に近いのは、まあ評価できるのかな。自然な色味は評価できるのかなと思いました。で、最後、自撮りです。自撮りも撮ってみたんですけれども、自撮りはですね、まあ、晴天の環境で撮ったの、外で晴天の環境を撮ったので、結構綺麗に撮れました。はい。で、もう他のスマートフォン、Xperia 10 Mark II とかでも、まあ同じように撮れてるんですが、それよりはちょっと赤めに出てるのかな、ちょっと赤めかなという感じはするんですよ。まあ綺麗に撮れてるなという感じがします。はい。で、こいつですね、Xperia S Mark II は、ポートレートセルフィーっていうモードがあります。
ポートフェレートセルフィーっていうのを使うとですね、背景をぼかせるんです。背景をぼかして、しかも若干目が大きくなります。こういうモードがなぜか2万円のスマホにも搭載されているっていうのはすごいなというふうに思いますね。はい、というわけで、はい、まあまあカメラはまあまあかなっていう、ちょっとでも薄め、うん、まあちょっと光取り込みにくいのかなとか思ったりする、ちょっと薄めには出るかなという感じはします。はい、でどんな人におすすめかなっていうとね、 Xperia S がどんな人におすすめかなというとですね、とにかく安くていいから最低限の機能は快適に使いたい。ちょっとね、応用した使い方は しなくていい。もう、メールとか、まあ、LINE とかもそうかもしれないんですけれども。まあ、最低限の機能を、まあ、快適に使いたいという方がおすすめかな。で、アプリをいっぱい入れるような人は、あんまりおすすめはできないかなという感じがします。うん、長く使いたいなら、もうちょっと上のね、OPPO Reno 5A とか、そういうのを使った方がいいのかなとは思うんですけれども。まあ、2万円で抑えたい。とにかく安くてっていう方は、Xperia S Mark II がいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今回は Xperia Ace Mark II ご紹介させていただきました。ちょっとね、2万円だけど気になってるって方は、ぜひ、ちょっと、店頭でも触ってみていただければな、というふうに思います。以上、週刊 IT ニュース斜め読みのコーナーをお届けいたしました。